まずは1本目テンション高まる。今日は勝浦松米校から千夜タッチを頑張ります。はい、餌の説明をします。はい、はい、こちらから、イワシ1匹漬けですね。はい、頭重点的に巻いてるスタンダードな漬け方ですね。こちらがサンマになります。サンマは、まあ、皮がある内側になってるんですけど、ちょっとボリュームが足りないんで盛り返して2枚が足る。こちらがですね、まあ、天野に合わせてちょっと頭を落として詰めた、はい、イワシバージョンです。綿が抜いてあって、この背中の一番身が厚いところで、まとめてるっていう感じですね。最後こちらがカツオの腹もになります。餌持ちはナンバーワンです。そう、さっきからですね、横から、横からこう食ってきてるとなかなかかかんなかったりするんですけど、それを今日は上にもうちょっと早めに上を向かせて引っ掛けてるんで、こうなってるのをこうさせないと。今もうこれほぼ止めないでで、まあ、これだけでも当たってきてくれたら一番かかりやすい。手巻きでやるとこんな感じ。よし、しかも110メーターぐらい。